とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン5も、残り8時間14分です。今回はね、ショートカットがあったから、だいぶ周回させてもらいました。まあ、これが最後として、今日、シーズン6が始まりますね。では、最後。いいものが2つ出るまでやめられません。行きましょう。6時間とかかかったら地獄だけどね。まあすぐ終われるようにお願いします。行くぞ。ではでは行っちゃいましょうか。うまいことで2回で出てきてくれればほんとすぐ終わるんだけど、残念ながらね、今朝だからね、朝は出ないんだよな。どうだろう、行け。一発目から来い。一発目からお願い。あーダメやった。金属片か。あ、重力がついてるのはまあまあいいんだけど、いやー、虚無もね、この攻撃スピードじゃ合わないしね。クリティカルはいいよ。クリティカル雷。あー、一番左が良くねえな。いや、使わない、使わない。ダメやね。うん。まあ、とりあえず2つ出るまで、やっていきましょう。今回も物は悪くないぞ。物は悪くないんだけども、全部エンチャントが良くないんだよな。え、今回も結構早く終わる気がする。物は悪くない。いいやつが出るね。これは早く終わる気がするぞ。今回やっぱりいいの出るんだけども、エンチャが若干微妙なんだよな。悪くないよ。悪くないけども、もうたくさん持ってるから、あんまり妥協したくないんよね。虚無、クリティカル、鋭利で、まあそこそこ使えそうなんだけども、怒りはね、吸血か、リフレッシュ欲しいとこなんだよな。いや、妥協しない。とりあえずこれはもらっときましょう。悪くはないんだよな。クールダウン、雷フォーカス、魂の壺か。悪くないのよ。一応黄金でトゲもついてるし。悪くはないんだけども、フロストアーマーか。もうすでに3つ4つ持ってるからいらないんだよな。妥協しません、今日は。まだ行くよ。ちょっとこれ使ってみようかな。タワーで使った時はね、意外と悪くないなと思ったんだけども、実際に使ってみるとどうなんだろう。エンチャント自体は悪くないんだよね。クリティカル3でしょ？で、弱体か凶暴か輝き。まあ、バランスの取れたやつだと思うんだけども、一回やってみるか。なんか悪くない気もするんだよね。ちょっとこのスイフトストライカーゲットして1個とカウントさせてください。なんかいけそうな気もするんだよな。これでいきます。ポーションバリアとクールダウンが一緒についてる。さらに言うと防護まで一緒についてる。惜しい惜しい。いやー、でも今日は妥協したくないな。最後だからね。なぜこうなった。惜しいぞ。ノーマルトリック棒のクールダウン編成が出たけど、いらないなー。せめてユニークにしてくれ。ダメだ。なかなか出ないな、今回。あー、惜しい惜しい。今ね、これ欲しいのよ。ベールに包まれたクロスボウのダイナモ貫通。これでね、無限ダイナモして、倒して影化するでしょ？これ使えるんじゃないかなと思ってね、探してるんだよね。ダイナモはついたんだけども、貫通がついてないんだよなー。惜しいなー。まあ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 、物は出たね。もう少し、
頑張ってみよう。今日はなかなか厳しい。これでどうでしょうか。痛みスポンジ、もうすでに持ってるんだけども、まあギフト用にということでお願いします。一応リフレッシュついてるのよね、黄金で。リフレッシュで輝き、そうね、8でもいいし重力でもいいっていう感じですかね。悪くはない、結構使っていけそうなやつです。痛みスポンジでよろしくお願いします。はい、ということで今日はね、早めに終わるつもりが3時間近くまたかかっちゃいましたね。気づいたらもう昼ですよ。まあまあとりあえずね、今日は、夜、7時から生放送でね、タワーシーズン6攻略していきます。今回も一発でいきたいね。一発でクリアしていきたいところです。どんな感じになるんだろう。ショートカットはあるのかな。さらにそのショートカットの後敵は出てくるのかな。まあもちろん出てくるよね。さすがに運営もそこは対応してくると思います。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。